インドネシアに来て思った印象としましては、まず人が多い、あと日本と比べるとやっぱりインフラが整ってないということと、やっぱり貧富の差が非常に大きな国だなというのをまず感じました。インドネシアの業務非常に面白いと思ってます。なかなか日本ではできない規模の物件を携わらせていただくということは、やっぱり非常に面白くやりがいを感じるところだと考えています。開発業務として2013年の末からこのブランズ BSD の用地取得を開始いたしまして、その後設計許認可業務、そして2015年後半から建設、2018年に竣工し引き渡しを開始いたしましたが、その前の段階で管理の準備であったり、当社としてインドネシアで初めて引き渡すということで、そのお引き渡しをする準備をしてまいりました。ブランズ BSD は4期からなる継続開発事業でございまして、全体敷地5ヘクタールに対して、まずブランズ BSDI という第1期事業につきましては、約 1.6 ヘクタールの敷地に3棟のコンドミニアムを建設しております。で、倉庫数が1256戸と非常に規模の大きなプロジェクトになっております。計画段階からインドネシアのニーズを感じ取って、ヘムスと呼ばれるエネルギー、電気、水道量の見える化であったり、ロイガラスという熱を通しづらいガラスの採用をするなど、環境配慮型の住宅開発を心がけてまいりました。インドネシアの建物は5年10年の建物がこんなにもうボロボロなのというぐらいメンテナンスが行き届いてない物件が多い中で、やはり日本品質に対する信頼という観点で、日本式の管理を東急プロパティマネージメントインドネシア社が提供することで、建物の作りだけではなく、お住まいになられた後の期間を日本式の丁寧で行き届いた管理をご提供できればと思っております。管理の全体のコンサルをする立ち位置として、現地法人の東急プロパティマネージメントインドネシアがデベロッパーと契約して業務に当たっていると。日常の管理の業務の中で、レセプションですとか顧客対応する人たちがお客様から質問だったり、その他お客様からこうしてほしいとか、そういったお客様からいただいたそのこういったご意見に対して対応が適切だったり、ちゃんと完了されてきっちりクローズされているのかとか、そういったところをマネージメントするというようなところもやってたりします。開発販売当初から買われたお客さんが日本の管理会社がやるっていう期待感がすごい高いっていうのは聞いていたので、やっぱりそのバトンをちゃんと引き継いでいかなきゃいけないと思ってます。あんまりそんな派手なものではないんで、お客さんも気づかないかもしれないですけど、感じるストレスを感じないんだなっていうところが管理のサービスの面での日本クオリティだとは思います。日本と違うのは、確実に物事が進むとか計画通りに進むってことが日本と比べてほとんどないので、そういったところに対してうまくマネージメントしていく、日本ではない困難さの中で現場の運営をどうスムーズにやっていくかっていう経験って日本では味わえないと思うので、そういうところで培われた経験ってきっと役に立つんだろうなと思ってます。今後ブランズのプロジェクトは続いていきます。この国は口コミの力って強くて、ここでのいい経験をしてもらった購入者様だったり賃借人の方だったりの声が他に広がって、次のブランズにつながっていければいいなと思って、そういう思いで業務に当たっています。クオリティに対する期待が非常に高い状況でございまして、我々もそのご期待に添えるように、日本なりの考え方も含めてできるだけ物件に取り込んで、いい品質のものをお渡しできるようにしてまいりました。お引き渡しの初日の日にはこちらの建物に参りまして、お客様にお引き渡しする姿を見させていただきました。非常に感動しました。やはり住居なので、一つは安全であることと、また快適であることというのを提供したいと思っておりましたので、そこをまず実現できるように、我々のプロジェクトの話でいうと、メンテナンスのしやすさというのを重視して計画してまいりましたので、長く快適にお使いいただければというのが我々としての思いです。